なんでだろう、なんか違うんだよな、なんかやってるゲームが。お疲れちゃんです、ラットです。そしてどうぞ、じゃあギョギョです、よろしくお願いします。お願いします。ですね、皆さんちょっと、あ、やべえ、僕の動画じゃねえよ。いや、はい、ちょ、これだけ言っていいですか、はい、今ね、0時30分なんですよ、はい、僕ら18時に集合して、まあ、19時ぐらいから撮り始めて、キュウキュウさんと僕とライキさん5時間ぐらいマジで撮影してますね。今ずっと撮影してますね。5時間、ちょっとね、ぶっちゃけね、でもこれから焼肉行くんですよ。ちょっとおかしいっすね。なんかおかしいで、僕明日大学なんですよね。まあまあ昼なんで大丈夫なんですけど、ただね、あら編集しなくて、これ全部あら編するんですよ。やば、え、これっすか。いや、これまあいいや、どうでもいいから。量がマジでエグいぐらいある。え、これどうでもいいんで話やめましょうか。ライキさん、ライキさん来て。うんかしてます、うんか。うんちんぐ、さすがに、さすがに、うんちんぐ、うんちんぐが無理でしたね。うんちんぐしてましたね。何ですか、今日は。今日はですね。はい。ラッド式ミラーで。あ、出た！ラッド式いっちゃうんすか？はーい、使っちゃおうかなと。ラッド式って、なんかそんな動画出てます？あー、でも意外と出てない。たまに、ほんとたまにしよう。たまにっすよね。で、僕一つじゃあ裏話いいっすか？はい、いやいや、僕がね、やっぱラッド式ってやっぱすごい有名なんで、はい、ラッド式撮りましょうよみたいな、はい、言ったら、いやいや、ちょっとラッド式はやっぱりかなりこうね、こう詰めて詰めて詰めて最上級の状態がラッド式だと、だから簡単には出せないですみたいなおっしゃってて、うわ、コングラチュレーション。ゆっつけー。あ、来た来た。まあ言ったことないですけどね。いや、言ってましたよ、マジで言ってました。本当ですか。マジで言ってました。ライキさん、ちょっと待って、はい、座ってください、座ってください。あー、何だと思います、呼ばれたの。ああ、です。あの、マラキさん呼んだんですけど、はい、ユッケとユッケとサーロインステーキの違いってなんだみたいな議論になって、はい、なんすか、結論を語ってください。結論、ユッケ好きの結論、マラキさん、卵があるかないか。なんすか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はね、今日もねですね。今日もね、今日もね、はい、究極さんを倒したいと思います。出た。やばい、行きましょう。行きましょう。というわけで、まあこちらね。いいんすか。はい。もう本気出しますよ。はい。まあ 2.3 です。2.3。2.3 ってことはロケットも入んないですよね。残念ながら。残念ながら入りません。いや、これ買ったくないですか。2.3 の。先輩、ぶっちゃけ。よし、レインボーさん。レインボー和田です。いつまでレインボーなんすか。いや、わかんないっす。ドズルさんと夏ぐらいに会ったな。あと1年、あと1年、いや、今年のか。よし、よろしく。なるほど。さあ、まあそりゃそっか。逆に僕失敗したなと思ったな、その。はい、どうしたんですか。だからその 2. いくつって、はい、そのユーノとか雪玉とかがやっぱ入りやすいじゃないですか。ああ、まあ小物系2コス3コスがすごい入りやすいですね。だからそれで言うと、そのこのデッキチョイスは絶対、あ、やべ、まあマジか、このデッキチョイスは絶対に良くなかったんだろうなってのは思いましたね。ああ、はい。そういうことか、やば。マジっすか、マジっすか、それ。いやー、ちょっと、お、ああ、もうやだ。おい、それはもうラッドさんの圧力があるっす。僕何も悪いことしてないじゃん。それもね、ラッドさんのやっぱ圧力、圧力っていうのは別にいい意味で、その、はい、圧があるんですよ、圧が。やっぱ強い高校野球のチームって圧があるじゃないですか。まあちょっと嫌ですね。マジっすか。マジっす。なんか僕もうラッドさんの手のひらでこうコロ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 転がされてるんですよ。いやいや、決して決してそんなことはないんですけど、ね、あ、でも、まあ、分かります、はい、傾向と対策が読めましたね。ああ、なるほど、もう対策されちゃいました。はい、よし。ああ、もうそれは安直ですよ、先輩。無視ですか。先輩もそうですよ、もう僕ぐらいになると。なるほど、僕ぐらいになると。よいしょ。え、マジでマジで、あれ、アビスタ、あ、こっちの頃か。待って、やばい、ちょっと危ないか。え、あ、でも待って、やばい、あい、やばい、先輩先輩先輩 B や、先輩 B や、待って、やばい、ちょっと待って。いや、でもね、ちょっとまずいのが、僕言ってもどっちも800なんで集中します。いや、これまだ全然いきますね、僕は。僕のが有利までありますね。これ出した瞬間にみたいなところであるんですよ。あれ、あ、そうですね。あれ、あ、ちょっとたまたま。まあ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 。
あれあれあれ、ちょっとですよね、ですよね。いいぞ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 。よし、集中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 、ワイもめっちゃ集中してます今。あ、やばい、待って、なんか、なんかなんか事件が起きた、事件が事件が起きた、事件が、いけ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 、いや、かませかませかませ、あと、ここはかませ、それやばい、削れ、それやばい、それやばい、よし、いけ、危ない、やばい、待って待って、なんで、なんで受けるのそれなんで受けるの、やばい、やばい、あー、マジか、あー、守れ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 、まず守れ、やばい、ほんとに待って、ちょ、待って、おい、絶対勝ったと思った絶対勝ったと思ったランド式シース、さあ、ビオスリス、ビオスリス、あはやばいやばい、ちなみに、来た来た、ちなみにビオスリス、それはもう公式ルールですから、はい、公式ルールでもビオスリーなんで、はい、ねえ、それはそうですよね、はい、おー、なるほどなるほど、よかったマジっすか、やばい、ちょっと焦る行きますか、いや、もう僕じゃあ、よし、消えました、まあ 2.3 であればラット式みたいなのがある、なるほど、ラットさん、まあ形がラット式なんだよね、じゃあ僕はこっちで、まあミラーがね、ちょっと僕このイエスタイルでいいですか、はい、家こうやってもらっちゃった、ちょっとセクシーですけど、ちょモザイクだけカードとかさやべやべやべ、しもうちょっとここの iPad をここにね、膝の上に置いてますか、はい、いきます、よろしくお願いします、よし、ラット式、あ、出た、珍しい矢田辺のスタンプ、誰も使わないんで使うっていう、はい、めちゃくちゃ珍しいっすね、やっぱチュッチュスタンプとかってやっぱ人気じゃないですか、いやこれ誰も使わないんですよこれ誰も使わないんですよ、見たことない、見たことない、あ、やべ、よし、うん、ランバーどうすか、キヨランバー、ランバーすか、珍しいですね、またうわー、これやだな、よし、さあ、ういいや、まあ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 、縦の選手とランバーを使いました、あなたは、はいはい、やべ、痛い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 、はい、まあ、そういうことですね、よし、あ、つけちゃいますよ私は、それちょっと嫌ですね僕は、ね、うん、まあまあ、腕腕腕、まあまあ、やめろ、よしよしよし、まあまあまあ、でも結構入れたんで、なんでまあまあまあ、でもザップ使いました、今ザップ使って、まあこれランバーかな、ランバーですかね、縦の選手、あ、メガゴ、まあまあまあ、ここでね、ちょっとあの負けるんじゃないかと思わせて、思わせて、違うんすか、はい、いや、思わせてるだけですね、いや、じゃあ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 、めちゃめちゃ対策したわけじゃないですよ、はい、全然全然、この程度、この程度、ユーニング、ユーニングユーニングですね、まずユーニングからのスパーキーじゃねえや、これミスったな、マジっすか、マジっすか、それ、はい、マジっすね、それマジで辛いっすね、やばい、飛べ飛べ、右に早く早く飛んで、おおおお、うわマジか、やばっ、よし、それです、さすが、あー、ありがとうございます、やばっ、よし、これやりすぎたな、いや待って、これやばい、たまたま入る、ちょっと待って待って待って、あ、これたまたまいっちゃうボタン、あー、痛いって、痛いけどこれは、痛い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 、ねえそれやだ、ほんとにやつ、それもっと痛そう、ほんとにやつ、それほんとによしよしよし、一発出た、いやー、いやマジラットさん、マジやだやだって、やだってやだって、よしマジか、一発入るわけもなく、やだ、なんでやねん、なんでやし、よし、やばくないっすか、マジで、はい、マジで、え、なんかエリクサー倍ぐらいあるんですけど本当にちょっと、ちょっと多いかもっすね、気持ち、気持ち、ラットさんの方絶対多いっすもん、え、でも、一緒です、残念ながら一緒、残念ながら一緒ですね、よいしょ、ねえ、これ、マジか、え、僕これマジですからね、これよいしょー、あの、はい、あの、なんかさ、土地があったじゃないですか、バレると、言うの言うのですか、なんか、はい、あれ何なんですか、もう僕が処理できないって知ってたんですか、まあ言うの言うのに、なんかバレるか、バレる後、そうっすね、コウモリ、多分ランバーと縦線があったと思うんですけど、陸は受けれるんですけど、はい、絶対バレるのが受けれなくて、
そしてコウモリも追加してるんで。まあ、BO3、え、うん、?BO3 ですよね。そうですね。BO3。これ11ですね、今。11。さっきの嫌だったんだよな。あ、わかりました。もうこれでいきますわ。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。これはね、ラッド式といえども、はい。勝っちゃいますわ。ラッド式といえどもですよ。もうこれ、キヨキヨ式。キヨキヨ式来ました。ラッド式、すごい、うん、便利なんですよ。もういろいろ一枚こう変えまくれるんですよね。それがラッド式の強みなんで。俺キヨキヨ式なんでこれ。皆さんの皆さん。これいつでも僕はもうこちらラッド式です。やっちゃいます。もう僕はキヨキヨ式でいきます。ラッド式です。はい、ラッド式のな箔がすごいんだよな。ラッド式。よし。これ僕学びがありましたよ。あれ。ラッド式対策委員会開けました。お、どうですかこれは。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますって言ってる時点もアマチャンスよ先輩。あれ、よろしく。スパーキー。どうすかこれ。なんか一緒。まあ一緒。あれ。お珍しい。マジっすか。ちょっとおしゃれじゃないですか。おしゃん。でもおしゃれゴブリンですよ。僕もデッキ分かりましたね。あら。すぐそうやってあれなんすかね、ゴースティングしてるんすか。ゴースティング入ってるんすか。まあ、スティングしてます。ゴースティング入ってます。まあ、吹き矢かギャングかプリンちゃんでも出したから、吹き矢かギャングかコウモリか。まあ、そうですね。結構つらみなんじゃないですか。いや、全然です。全然ですね。よいしょ。うわいやもうよし。確かに結構守ってきますね。まあ大事ですね。あなた様、ありがとうございます。あなた様、そうやって守りま、ちょっと辛いんじゃないですかこれ。あ、俺の方が辛い。もうキヨキヨ式なんだよこれ。俺の方が辛い。これがキヨキヨ式ですよ、ほら。いやでもほぼほぼ完封、ほぼほぼ、まあ、このダメージがでかいですね。これ、キヨキヨ式ですよ。テンプレじゃないですか。テンプレ。キヨキヨ式、はい、よし。あ、フレンドが、はい、これやって。もう一発辛いよ、あれ。さあ、まあ、こっからですね。どうしよっかな、マジで。よし。え、どうしよう、待って、なんか意味わかんない。何すればいいのかわかんないです。それがラッド式ってことですか。はい、いや、もう相手、もう、どうしたらいいんだろうと思わせる技ですね。はい。さあ。これ、脇さんから聞いたんですけど、はい、なんでしょうか。ごぼうりはこう、相手のユニット出したタイミングに合わせて出すっていう。おお、その通りですね。それを脇さんが、ラッドさんがなんか動画で言ってたって言ってましたね。なるほど。おっと、それは甘えたんじゃないですか先輩。あ、いたー。ああああ、なんでそれラッド式ですか。はい、2枚あります、同じカードが。何ですか。さあ、お互いこれ削りスペルがないやつですね。やべ、ミスった。よいしょ。あ、ダメだな。やべ。いや、見てる見てる見てる、この人。ピピピ、やめて。ピピピピピピ。なんでだろう、なんか違うんだよな、なんかやってるゲームが。あ、それは、ね、何体いるんすかマジで。ちょっと違うかもしれないです、本当に。何体いるんすか。本当にちょっと違うかもしれないですね。何体いらっしゃるんですか、そのあなた様のスパイ。いっぱい出てきますねこれ。よいしょ。あ、やばいやばいやばい。おい、へへ、あれ、これがキヨキヨ式です。やりますね。はい、これキヨキヨ式なんだ。これラッド式からプレイするね。ね、何体いるんすかマジで。ね、本当にこれ別にね、ギャグやん。これしかも呪文ないんですよ、残念ながら。知ってます、はい。いた、うらー。いや、でもこれプリンセス出しすぎてこっちが困ってきますね。まずいまずい。おーい、やべやべやべ。お、使った。いてー、やばい、いてー。ちょっといて、ちょっといて、ちょっといて。おー、痛い。ちょっと痛い。あと、リアゲ49。いや、でもこのゴボリちゃんが強いんですよ、結局。いや、ゴボリちょっと厄介なんですよね、マジ。ゴボリ強い。まあ、ゆっくり、ゆっくり。ビビビ。あれ、それはうまい。あのプリン。やばい。
よし。削れ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 。やばいやばい、プリン。よし。まあ、これ右も左もどっこいしょ。ごぼりが。ごぼりが。ごぼり強いっすね。ごぼりが。めっちゃ優秀っすね。よいしょ。まあ、プリンセスが。見せ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 。プリンセスが今すぐ殴って。やべえよ、わまあ、こういうことですね。これ絶対サムネに、はい、あれじゃないですか、プリンセスたくさんいるパターンじゃないですか。多分それっす。本当にそうです。YouTuber だ、ここサムネやんってのは分かる。もう絶対になるやつですね。マジか。いやなんすかあの数プリンセス。まあ僕のデッキが本当呪文がなかったんで、はい、まあ呪文がまあ1位って言うならまあそのバレル、はい、だけだったんで、うん、処理しにくいっていうのがありますね。いや全く処理できなかったです。後ろでプリンちゃんがこうちょんちょんちょん無限出ちゃってます、ね、無限。これがラッド式ですよ、はい、皆さんもぜひ使ってください。いや使いこなせないですよ、うん、普通嫌ですよ。だってイチロー選手がねこのバット使えば打てるんですよとか言われても、いや打てない打てないってなるってなるってなるラッド式でした。ラッド式でした。じゃあちょっとあれですね、ライキさんの暴露話しますか、はい、やっちゃいますか。ナイキさんはありますよ、はい、暴露話ありますよ。ナイキさんのあ、ワイもあるよな。多分ガチそう。ナイキさんはね、いやでもやばいっす、やばいっす。いわゆる仕事ができるっていうやつですよね。そうですね。それなのになぜなぜなぜ彼女がいないんですか。もう大事件。ちょっとよしナイキさん、またうんちしてる。よしのさん来なさい。ちょっとちょっとあなたの電話でしょ。またユッケですか。いや、違います。ちょっと座ってください、座ってください、ここに。吉野さんの、はい、議論だったんですけど、はいはい、なぜ吉野さん、彼女がいないんですか。なぜなんですか。なぜ、ね、議論してた、ね、この動画で、ね、あ、本当にしてました、今話してました。まあ、言ったら、そのコミュニケーション能力も非常に高くて、で真面目で、でも笑顔も素敵で、こう優しくて、で言ったらもうクラロワ界ではポノス、まあ、優勝と、まあ、言ったらもう仕事ができるっていう、導くもなった最強、完璧オブ完璧。だからなぜいないのか、これはもう全国の男が知っておくべき情報なわけですよ、うん、なぜですか。私の中で考えられる理由が2つございます。お、2つ。1つはスティーブ・ジョブズ並みっすね、このプレゼン。はい、2つあります。2つあります。1つはまずまあ、結構その地元とか、まあ、同じ学校だった人と付き合う人が多いじゃないですか。ああまあ、はい、小中高大、はい、ありますね、はい、ありますね。で、まず小中に関しては本当に自覚してるんですけど、お前がクソだったために、多分もともと印象がそんなに良くない。あ、そうなんですね。多分あるんですね。結構やんちゃだったってことですね。やんちゃだったのもあるし、やんちゃい、そもそも多分恋愛対象にいないっていうのがね、多分そもそもあるんですね。なるほどですね。はい。で、二つ目はもうこれが決め手なんですけど、はい、奥手なんです。待ってください、ライクさん、それで言うと僕もなんですけど、はい、いや圧倒的に僕もなんです。まあ話聞いてたら分かるじゃないですか、はい、僕の話を聞いてたら、はい、そう。こいつ笑っとる。いや、あ、僕のチャンネルですごい恋愛トークしてんな。いや待って、それで言うと、いやじゃあ僕も奥手っすよ。じゃああなたは違う。いや違うっす。いや僕奥手っす。一緒っす、ここ一緒っす。いや違う一緒っす。こいつは、まあでもイケイケどんどんではないですよね。イケイケどんどんではないのは分かるっすけど、僕らなんかは奥手ない、何もしない人が、モテない人が奥手だと良くない。そう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 。ただこうやってあなたみたいな野郎が、ひがみ動画になって、ひがみ妬み動画になって、まあそういうことっすよ、ね、そういうことです。いやこの動画やばいっす、さすがに。話したいです。で30分動画になるっす。そんな言ってんすか。話したいですか。やば、やなんでそんな言ってんの。今26分まあ頭と中間ちょっとトラブルあったんで、うん、まあ今多分21分です、動画的には。なるほど。やばい、もう早く行かないとやばいっすけど、そもそも夜限けしまっちゃう説ある。ダメダメダメ。というわけでご視聴あ、概要欄にお二人のチャンネル貼ってくださいぜひぜひ。チャンネル貼ってください。本当にお願いします。で、コラボ動画いっぱい撮ったんで、はい、いっぱい撮ったんで、コメント欄に可愛い女の子のツイッターリンクください。そしたら、女性の方は僕に DM を、ライクさん DM お待ちします。積極的に返します。次に返します。はい。というわけで、はい、まあ、こんな感じで、ちょっとすぐぐだぐだゆるゆるだったんですけど、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。